田口成吉は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将、豪族、淡田成吉、重吉、重吉とも、騎士の流れを組み、公認元年に淡上に就任した田口行継の後衛とされる。これに対して山縁樹、自称2年10月19日上に、うどねり、淡田時長の名前があり、かつ、同国の在庁官人として、 阿ワタ氏が存在することから、田口氏は五殿で正しくは、阿ワタ氏であるとする説もある。阿ワ国、佐ヌ国に勢力を張った、四国の最大勢力で、早い時期から平野清盛に仕え、平家の有力家人として、清盛の信任が扱った。上安三年、清盛による大輪電泊の執行部行を務め、日祖貿易の業務を担当したとみられる。 獅子型にの陰謀では、首謀者の一人であった、最高の四男、藤原弘長が、阿波阿波郡柿原にあり、清盛の命により、成長が柿原を襲撃して、弘長を撃ち取った。最高の一族は、近藤氏を称して、在長官人として進出しており、成長の出身とされる阿波田氏とは競合関係にあったとされている。 成長が平家に接近した背景には最高を通じて、陰権力の支援を受けた近藤氏との対立があったと、される。翌年には、中宮徳子の御三のための成功に応募して、平営の地位を得るべく七千匹を献上している。自称、樹栄の乱が起こると軍病を率いて上落し、平重平の南都き討ちで先陣を務めた。美の原人の挙兵で、美の国へ出陣し、 蹴散らされて、被害を出している。樹影2年7月の兵士の都落ち後、四国に戻って、佐抜を制圧する。八島での代理造営を行い、四国の武士を取りまとめた。一の谷の戦い、八島の戦いでも、田口一族は、兵士法として戦うが、八島の戦いの前後、源義経率いる源氏方に、叔父田口義綱。 弟、桜葉良縁が捕獲、襲撃され、指導合戦では、着死、田内京能が吉常に投降したという。平家物語によれば、京能が投降したことを知った成長は、壇の裏の戦いの最中に、兵士を裏切り、三百層の軍戦を率いて、源氏法に寝返ったことにより、兵士の敗北を決定づけたとされる。しかし、あずま鏡には、兵士法の法律に、 なりながの名が見られ、聖火は、はっきりしない。遠鏡本、平家物語によれば、なりながは主人を裏切った、不中の者として残罪が決められると、なりながは怒って、数々の暴言を吐き、御家人たちの不況を買ったため、籠に入れられて、火炙りの刑にされたという。なお、東大寺を再建した肝心蔵春のり、傍聴源の足跡をたどった。 南無阿弥陀仏左前宗に、東大寺浄土堂に安置された十体の浄禄仏の、うち九体がアーからもたらされたが、東大寺金流供容期にはその浄禄仏の元首が、阿阿民部大部重吉であったと記されている。浄禄仏が、東大寺に収められたのは、長元の計らいであったことがわかる。しかも、江戸時代初期の作品である、東大寺自中寺外相江図の浄土堂跡近くに、 阿波民部ブシュに関係すると思われる石塔が描かれているが、これは、成長の供養塔と推定されている。その一方で、東大寺金流供養記に記された、寄贈の経緯には成長が、なんと焼き打ちに加担したと記されていることから、成長の残罪は、焼き打ちの罪を問われたのではないかとする推測もある。田口社盛ャモリ、2013、270から272森。 2013-268から270森2013-267大石2003-1大石2003-2大石2003-1から2森2013-272ありがとうございます。